カがキンキンに冷えてやがるよ。タフに自分の仕事をこなしているところがすごい魅力的です。代表経験も多く、ゴール下の合わせや体の使い方が上手いので選びました。彼がやっぱ一緒に出てるともうチームの安定感が違って、裏からの声掛けあれやっぱすごいです。はい、いって第2位。留学生に負けないフィジカルもあって、このゴール下の強さもあるので、相手としてはとても非常に厄介な相手です。大学校4年間で一番成長してセンターだと思いますし、体の強さだったり点の取り方が上手くて一番だと思います。ごついし上手くなってるなってすげえ思いました。力強いのと、エンドワンした後のポーズがかっこいいんで、ちょっと真似していいですか？ちょっと斜めしたいんです。番外編。同じ大学なんですけど、フックが本当に得意で、今まで止められたことがないっていう、みんなにスカイフックって呼ばれてるんですけど、そういう必殺技があるので森下君を選びました。人が嫌がることもしっかりやれるし、何よりフックシュートが止められないと思ったからです。スリーポイントが打ちて気を使えるところと、であと一番はやっぱ頑張れるところで、自分のエゴを出さないというか、そういう部分ですごくいいと思ってます。 IQ が高いっていうのと、ピッカーのポップであんだけスリーポイントを打てるっていうセンターは小室さんしかいないと思うんで、小室さん選びました。第1位、フィジカルとインサイドのシュート力がすごいと思います。ディフェンスがいても点数を取ってくるとかがすごいと思いました。やっぱモッチがやっぱり一番体がこのリーグでも強いと思うし、大東の大黒柱として精神的なところもやっぱ支えてるんじゃないかなと思います。自分についてもやっぱり体強くて、やっぱ押されてっていうことが結構あるので、やっぱフィジカル強いですし、すごいハードワークするんで、はい、自分にしました。リュウは誰よりもハードワークすると思ってるから、もうチラミとやるのはちょっとめんどくさいなと思ってるけど、あいつ体めっちゃ強いし、マジで大好き。なんだかんだかんだ、下は下一本、マジ痛い。自分たちやらんかったよね。もうイカレ最後だからちょっと遊んでいいって言われて。バック言うわな。どうも、宝瀬です。1位。え